おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。甘辛ガーリックチキンです。ささみに軽く塩コショウをねペペペペペッと振って小麦粉をまぶします。で、長ネギは斜めにザク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 って切ります。で、甘辛ガーリックソースを合わせます。分量はこれです。このねソースが美味しくて、ソースだけでご飯が食べれちゃいます、このねソースはね、ほんでね、何にでも合うからね、ハンバーグとかさ、トンテキとかにもね、美味しいよ。で、しっかり混ぜます。ウインナーに切り込みです。卵焼きの準備です。今日はね、また甘めな卵焼きにしてまたたがたがもうやだ甘めの卵焼きにねしたよ。したって言いたかったのに、なんかにゃってなったね、さっき。困っちゃう、もう。なんでいつもこんなあるかな。発声練習をせないかんです。卵焼きから焼くよ。卵焼きの分量はこれです。で、今日も端っこはね、私がつまみ食いしちゃいましたって、いらん情報だね。まあ、どうしてね、今日もそこそこ天気はいいのかな。昨日みたいにね、カンカン照りじゃないけど、お日様出てる感じかな。もう今日はねまたいらんこと言うよ。ぐうたらゆっくりしようと思ってる。まあだから早いうちにさ、王子のことちゃ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 って終わらさないかんね。で、これで巻き終わり。ウインナーをね、焼きます。今日はね、夫の好きな赤ウインナーです。なんかね、私たちの年代ってさ、昔は赤ウインナーしかなかったから好きみたいですよ。フライパンにごま油を熱して長ネギドカンです。でね、これをね、炒めていきますよ。長ネギはさ、しっかり火が入ると甘みが増して美味しいよね。で、塩昆布を入れて炒め合わせます。もう塩昆布がな、なんだっけ、熱中症予防にいいって聞いてからはね、もうほんと塩昆布よく使う、お弁当に特にね。で、フライパンに油を熱します。ささみを焼いていきますよ。これね、だいたい片面2分ずつ焼きました。で、裏返して、そしたらね、蓋をして2分くらい蒸し焼きです。で、甘辛ガーリックソースをザバッとかけて、タレをね、タレ？ソース？これをね、しっかり絡めます。で、甘辛ガーリックチキンの出来上がりです。でね、焼き印を押すところがね、見たいってリクエストがあったから今日は撮ってみましたよ。こんな感じで押してる。
焼き印は直火で熱しっかり熱してます。で詰めていきます。バランで仕切ってアルミホイルを敷いてね、ここに甘辛ガーリックチキンをドカンって、タレもねしっかりかけます。でもう一回バランで仕切って、だし巻き卵はね、底上げを、だし巻き卵じゃなかった、卵焼きはね底上げして詰めます。カップに長ネギの塩昆布炒めを入れて詰めます。ウインナーを詰めて、でね、作り置きのね新玉ねぎとささみのごま酢あえもカップに入れて詰めるよ。ミニトマトをちょこんと乗っけて、ごま塩ふりかけペペペペペって振って、梅干しを添えて、今日のお弁当の出来上がりです。今日はねこんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。